興味あっても、そのどこで買えるんだろうってなった時になかなかなくないですか。まああるんですよね。100人ぐらい報道陣の方がいらっしゃってて、実際やっぱ逮捕された時に、その護送される時とか、ヘリが、音聞こえるんだ。めちゃめちゃ聞こえます。だって中学生とかでもそうやってあの手に入れられるやつはやっちゃう。おかしいなって思いますよ僕も。じゃあ俺みたいに知らない人が運だけで雀士に勝つってことはない、もうカモですね、完全。マジで完全なカモですね。そんなに差が出てくる。あります。さあ続いて、第3章、はい、来ました、土下座、まあこれはすごいニュースでもね、いろんな番組でも取り扱われていたので、あの記憶に残っている方もいらっしゃると思いますが、2019年5月大麻取締法違反、所持の疑いで逮捕で、6月に保釈、湾岸署前で土下座が話題にってことですけども、いや、まさかその湾岸署からよく出てくるシーンってあるじゃないですか、で深々とこう謝罪の気持ちを込めて頭を下げるっていうのは今まで何度も見てきた光景ですけど、田口くんの時もうほんと土下座して、すっごいフラッシュの量が倍以上あったんじゃないかなと思って、まあ本人は土下座してるからそんなに見れてないかもしれないけど、あの時のその現場にいた人たちの衝撃、俺すごかったと思うんだよね。あれは何故こう土下座しようと思ったんですか。そうですね、あの僕自身やっぱりこのその当時、あのツアーを予定してたりとかもあって、まあ、そこに関わる、スタッフもそうだし、まあ、ファンの皆さんもだって、飛行機の予約、ホテルの予約とかいろんな準備をしていただいていたので、まあ、そういうところでなんか、まあまあ、交流されてる時期っていう、考える時間がすごく多かったんですね。どうしようとか、どう、これからしていこうとか、やっぱそういう、もう反省と、まあ、今後についての考えながら、言ってて、まあ反射的な部分はありましたね。そうなんだ。だからもう申し訳ないっていう気持ちが高まりすぎて、そうですね、もうなんとか伝えたいっていう。はい。まあだからよくそのじゃあその後のコメントとかで誰に向けてみたいなとか、必要あったのとか。でね、コメントとかも見たりとかもしていましたけど、まあでも実際にはちゃんともうそういうスタッフ、ファンの皆さんっていうところに向けてっていう部分はあったので、まあ、ただなんかやっぱり100人ぐらい報道陣の方がいらっしゃってて、まあ俺たちからはその見えない、テレビを見てる俺たちからするとわからないけど、田口さん目線からだともうすごいわけでしょ。すごいです、人がね。なんかそこの圧力みたいな部分はすごくやっぱありましたね、なんか、好奇の目で見られてる部分と、あとはなんかそのなんて言うんだろうな、なんかこうすごくこう圧力、圧を感じたんだ。圧を感じるんですよね、あれってね。なんでなんですかね。そっか、はい、それはそっち側に回らないと分かんないけど、まあそうですね、だって警察署を出る前に、はい、大体こんな感じよってその警察の人が外の雰囲気とかで見せてくれるもんなんですか。うんうんうん、全く。じゃあもう行ってどんだ、行ってどんだったので、まあとにかくその動線を通って、ここでまあ挨拶をしてくださいみたいな体があって、でそこからまあ終わったら車に乗り込んでっていう段取りはあったんですけど、どんぐらいのあれか分かってなかったんですけど、まあでも実際やっぱ逮捕された時に、その護送される時とか、車でヘリがね、ヘリが、音聞こえるんだ。めちゃめちゃ聞こえます。レインボーブリッジで、普通にバリバリバリ。これってオタク大捜査線じゃないのかなみたいな。本当に。ああ、車の中から聞こえるんだ、あれ。聞こえますね。だからやっぱもう相当な、ことだ。そうね。という、やっぱりその、なんていうの、実感が。その時に、込み上げてくるんですね、はいはい、でもまあ警察署出てったら、うわこんなに報道機関の人がいてっていう、で
そこでより自分がやったことを受け止めて、でファンの人、スタッフの人、はい、まあ、メンバー申し訳ないっていう気持ちの土下座だった。そうですね。なるほどね、うん、まあ、でもそもそもですけど、はい、こう大麻に手を染めてしまったきっかけって何ですか？そうですね、まあ、最初はもちろんその興味本位っていう部分はあったと思いますけど、まあ、世界的に考えて大麻って、うん、そのアメリカだったりとか、まあ、合法化が、ね、進んでる州もいっぱいあってっていう中でのエビデンスは自分的にも調べて見て感じてっていう部分で、うん、まあ、そういうものがね、日本ではもちろん良くないじゃないですか、うん、そうね、所持しちゃいけないですね、はいはい、うん、まあ、今後も多分法改正とかでいろんなもっとね、うん、ただやっぱ若い子たちにとってのそのなんだろう、その乱用っていう部分に関しては僕もあんまよろしくないんじゃないかなっていうふうに思ってて、やっぱりまずは医療としてのなんかその、うん、医療大麻ね、っていうのが僕はまあ、別に推奨するわけでもないですし、ね、選択肢としてあってもいいんじゃないかと、はいはい、っていう部分はあるんで、だからそういう意味で、まあ、興味がもともとあったってことですよ ね、はい、そうですね。でもそれで言うと医療大麻に興味あるのは俺も一緒なんで、うんうんうん、でも興味あってもそのどこで買えるんだろうってなった時になかなかなくないですか？まああるんですよね今は多分そうなんだと思いますよ。だって中学生とかでもそうやって手に入れられるやつはやっちゃう、おかしいなって思いますよ僕も、多分それはおかしいと思います、うん、しやっぱり自分がこうやって逮捕されて実際に自分の口で言うのは本当に、うん、ルールは守ろうっていう話であって、うんうん、それをいい悪いはあなたたちが判断することではなくて、うん、日本での、うん、ルールを守らない人はダメですよっていうところだけはしっかりしてほしいなと思います。いやーすごいよこの説得力たるやいやでも本当に、うん、使った人とか所持した人がなんかなんでやってしまったんですかばっかりにこう話がいくけど、うん、でもこういう話を僕してもらった方が、はい、うん、何が危険でとかどういうことを守った方がいいとかってなかなか聞けないじゃないですか、はい、で日本のメディアもあんまり報じてくれないんですその部分は、うんうんうん、だから僕はもうそれ以来本当に一切触れてもないし、うん、そういうものを目にもしてないんで、うん、だからやっぱそういう部分でちゃんと自制心を持ってしっかりその社会生活を送っていかなきゃいけないっていうのは、うん、自分が逮捕されてもより実感したことだし、うん、逆に僕が言うことによってね、あ、やっぱダメなんだなみたいな風に思ってくれたらそれはそれでいいなっていう風に思います、うん、実際交流中がものすごく長かったっていう話でしたけど、うん、何にも持てないでしょ、そのスマホ見るわけにも見ることもできないし、もうただただ自分と向き合うっていう時間、そうですね、まあ本とか借りれたりもするんですけど、まあ、じゃあ一日本当に長いじゃないですか、うん、朝7時6時半ぐらいに起床になって、うん、で7時から朝ごはんいただいて、でそこからお昼ぐらいに、うん、まあ、取り調べみたいなのがあって、うん、で食事もあって、で夕方が、5時とかに夕飯、うんみたいなの、うん、早めの夕飯だ、はい、で9時にはもう就寝みたいな感じのサイクルなんですよ、うん、でまあ本とかも借りれるんですけど1日1冊だったりするんですよ。あ、制限があるんだ。そうですそうです。なんで朝の食事終わった後に読むじゃないですか、うん、もうでもそんな3時間とかで読み終わっちゃうわけですよ、うん、でその後ずっと暇なんです。暇というか、まあ、その時間がね、うん、あるんで、だから俺は筋トレしたりとか、まあ、とにかく髪の毛をこうやって取って、綺麗にしてました。まあでも、それぐらい時間があり余って、はい、でもその時に髪の毛とかやりながらでも思考は動くじゃないですか。そうですね。考えない暇はないですよ。もうずっと、そうですよね、やっぱり。ファンの方とかスタッフさんのこととか、はい、うん、でももう考えても答えないでしょ。だってないんですよ。ただまあやっぱりその目の前に控えてたものに対してだったりとか、うん、まあそれは弁護士さん通したりだったりとかマネージャーとかの接見とかで、うん、いろいろこう段取りを決めたりはしていたんですけど、まあやっぱ気が気ではないです。そうよね、うん、やっぱ空間でまあなんて言うだろう、すごく深く考えることもあるし、逆に言えばその時に思いついた歌詞とかで曲も
出したりもしましたし、その時の感情じゃないと書けないことを、そうですね、Stay True っていう曲をその時に思った気持ちを歌詞に乗っけて歌ってる曲とかも自分で出してるんですけど、うん、やっぱりその時に何て言うんだろう、エンターテインメント、このステージでここで生きていたいんだよっていう歌詞を書いて、うん、やっぱりそれがファンの皆さんに逆に僕が復帰した時に、うん、伝わったりとかしたんで、まあ、あの期間は期間で良かったのかな。なるほどね、自分と向き合う時間ね、はい、うん、で、まあこの第3章を経て、まあ、僕が一番興味あるのはこの第4章なんですけど、はい、こう未来へのステップっていうこと で、はい、でまたすごい日本プロ麻雀協会21期前期生のプロテストに合格ってことは、はい、プロの雀士になったってことですか。そうですね、今はまあ2年目ですけど、はい、これはなんで雀士になろうと思ったんですか。僕もともともうジャン歴というか、マージャンに触れ合いだして20年ぐらいになるんですよ。子供の頃にパソコンに入ってるソフトで、うん、マージャンをちょっとやってみたらなんか全然わかんなくて、だけどなんか面白いみたいな、うん、数字も結構好きで、パズルとかもやったりするの好きだったんで、めちゃめちゃこう奥が深いなって思って始めたのがきっかけなんですけど。俺麻雀をやらないからちょっと分かんないんですけど、その、うん、上手い人と俺みたいにやったことない人が対峙したら、うん、こう戦ったら勝てないもんなんですか。絶対負けないと思います。マジで、はい、だってこう運次第、運次第なんじゃないですか。いやー、もちろんジャラ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 して、はい、何にもできないですね、その時には。じゃあ同じ実力の人が戦った時にはそれは運の要素は少なからずあるとは思います、うん、けどやっぱりその実力はちゃんとものを言う世界なので、うん、そっか、じゃあ、はい、俺みたいに知らない人が運だけで雀士に勝つってことはない、うん、もうかもですね、完全にマジで完全なかもですねそんなに差が出てくる。ありますよ、あります、はい、だから雀士ってそのプロテストとかもそうですけど、うん、何を見るんですか、その。筆記とかじゃないですよね。プロテストは筆記ありますよ。筆記があるんですか。もう過去問とか俺めちゃめちゃやって、もうすごい本当にずっと勉強はしましたね。点数計算とか、うん、何で当たりですかっていう待ち配問題だったりとか、あとはやっぱプロになると、そのトーナメントっていうのがあるんですよ。うん、今、僕の団体は日本プロ麻雀協会っていう団体なんですけど、全部で5個あるんですよ、団体が、プロ団体っていうの。うん、それを今なんか統一してプロリーグとして企業がスポンサードしてやってる大会が M リーグっていう、うん、はい、萩原正人さんが出てる、そうです、そうです、あれが一応その日本の最高峰のトッププロリーグっていう形で今やってるんですね、うん、でこの前シーズン終わって次のシーズンに向けてのドラフトだったりとか新規チームの参入だったりとか、はい、めちゃめちゃ熱いんですよ今、へえ、 M リーグは。でそのこのプロテストの合格した人じゃないと、はい、当然そこには入れない。入れないです。まあでも本当に僕のその日本プロ麻雀協会も今年もすごく入って、うん、めちゃめちゃ多いんですよ。リーグって言って、A1 から A2、うん、B1、B2 って言って、ピラミッドになってるんだ。13個あるんですよ、今、現在。階級が ?13 番目なんですよ、今。へぇー。B3 リーグにいて、うん、で、やっと、なんていうんですか、リーグ戦が始まったばっかで、まあ一応まだ初戦はちょっとプラスでいけたんでいいんですけど。13段階の今、はい、一番下のところで戦ってるんですか?そうです、そうです。もうそこはやっぱり、実力社会の話なので、そこから勝ち上がっていく。上がっていくしかない。A1 に行くまでに少なくとも15年ぐらいはかかるっていう話ですね。でも当然トップのそのリーグを目指している、はい、そうですね、その J リーグの J1 みたいなのと一緒ってことですか。そういうこと、そういうこと。へー、だから相当厳しいですし時間もかかりますし、うん、ただなんか僕のその所属している団体の日本プロ麻雀協会がいいところっていうのは結構メディアとかそういう、うん、じゃあ浅香唯さんも前にこの前の期に入会されて、俺加藤茶さんと浅香唯さんが麻雀やってるのをツイッターで見て、はい、で俺浅香唯さんのファンなんですよ高校の時から、はい、で浅香唯さんがなんで麻雀やってんだろうと思ったら、うんうん、そのリーグみたいなのに入ったと。プロ入りしました。プロなの浅香唯さんって。僕の後輩です。マジで
そうなりますね。はい。スケバンデカが？もう今プロなんですか、坂上さん。だから加藤茶さんとやってたんだ、麻雀。でも、YouTube とかも拝見させていただいたときに、やっぱ相当好きなんだろうなっていうのは分かりましたよ。へぇ。なんか結構面白くないですか、そうやって芸能人の、うん、まあ他にも、椿彩菜さんだったりとか、昔だったら、アンジャッシュの小島さんとかも、はいはい、強いって聞く。そうそうそう、所属してたりとか、今、在籍されてないんですけど、はい、俺の周りで麻雀好きなのって極楽とんぼの山本圭さん。山本さんしょっちゅうやりますよ。え、麻雀やってんすか？一緒に、はい、打ちます。山本さん強いんすか？強いですね。そのプロテスト受けたら受かる可能性あるんですか？あ、基本的には大体受かります。え、もうそれぐらいのレベルの人は。そのレベルです、はい、皆さん。ただその筆記とかがそのコツがあるぐらいで、うん、でもまあ基本的に大体多分皆さん受かると思います。筆記があるんだったら山さん無理だな。筆記あるんでしょ？あります。筆記あったら無理だな。あとは、その、麻雀もね、一つ、こう、はい、プロになって活動してますけど、うん、まあ、ライブもね、月一でやってて、はいはい、アーティストとしても、やっぱ今後活動していきたい。そうですね。ちょうど4月の末にですね、これはまあ、自分の名義とは違う、名義で、飲むぞっていうユニットを、うん、やっていて、うん、ちょっとそれ相方が新宿の歌舞伎町のナンバーワンホストのことを、うん、その夜の街を盛り上げようみたいなコンセプトで、うん、ちょっとパリピソングをリリースしたりとかもしていて、そうなんですよ。あ、だからなんですか、 TikTok で歌舞伎町で踊ってるのは、はいはいはい、その歌舞伎町新宿を盛り上げようっていう一環で踊ってるんですか？まあただ単に映えるっていう形で、あの時は僕もね、正直別に新宿怖いから、うん、あんま別になんて言うんだろう、そんな道のど真ん中選挙して、駒劇のとこでしょ？そうですそうです、駒劇、東横、東横とか、はい。いや、俺もあそこ近づけないもん、怖くて。いや、怖いですよ。本当に怖いんですけど、スタッフと俺とで二人で撮って、つって。めっちゃバズってんでしょ、それが。500万再生とか。ねえ。はい。だから、うちのスタッフが、うん、あれなんでやってるかだけ聞いてください。原田が。あれだってもう、田口さんって、あそこに行ったら目立つじゃないですかみたいな、うんうんうん、あそこに行って撮ってんのなんでなんですかねみたいな。やっぱ映えるらしいっす。あ、映えなんだ。みたいですよ。でも確かにまあ見てて、なんかこんなところで踊ってんだっていうところで、うん、なんて言うんだろう、コメントとかにも、なんか。まさかこんなところでってことでしょ？うん、バレないのとか、うん。案外バレないで普通に。まあ、でも踊り、パッパって撮っちゃうんで、あの今携帯で撮って、ね、すぐ出来上がるじゃないですか。うん、なのでパパってやって、でもたまに声かけられたりとか、応援しますとか言って男の人がなんか言ってくれたりとか。へぇ、そうするとなんかやっぱちょっとなんか嬉しいですね。あ、じゃあもう慣れたもんだ。歌舞伎町入って。そうですね。まあでもなんか今後もその YouTube もそうだし、うん、なんかちょっと自分の発信をもっと活性化させていこうかなみたいなふうには思ってて、で、今回呼んでいただいたんで、うん、すごく嬉しかったな。いやいや、いろんな話聞けましたよ。やっぱり本人から直接聞かないと分かんないことだらけで、うん、ああ、あの時そんな気持ちだったのかとか、うん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 、で、今後はこういうことやっていきたいのかって聞けてすごく良かったなと思います。うん、でも僕はやっぱりカトゥーン、うん、いつの日かまたもう一回見たいなと思ってるので、今ここでは聞かないけど、まあこうきくんはこうきくんでね、うんうん、またできればセカンドチャンスに来てもらっていろいろと話したいと思うし、うんうん、カトゥーンは本当かっこいいグループなんで、うんうん、いつの日かまたね手を取り合って、うん、ステージ同じステージに上がることがあればいいなと個人的に、うんうんうん、祈ってます。はい、はい、ということで、本日いろんな話聞かせていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。田口さんの方の YouTube の方にも私出ておりますので、はい、ぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。田口淳之介さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
you